真央さんのブログへの思い、市川海老蔵。真央さんのブログから感じたこと、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの亡き妻への尽きせぬ思い、2017年6月に亡くなった妻でフリーアナウンサーの小林真央さんも、存命中はブログを執筆、がんとの闘病生活を綴った。彼女のブログは未来の読者にも共鳴を与え、心を動かすとして米スタンフォード大学の東アジア図書館ウェブアーカイブコレクションへの保存が決定。現在は英訳されたブログも世界に向けて発信されている海老蔵さんは、ブログに関わってよかったと思うのは自分のことよりも孫のことですね。夫婦でも話さない彼女の気持ちをブログを通して知ることができたこともある。今も一日一つ英訳されたブログを読んでいますが、その度に彼女の純粋でまっすぐな姿勢を見習わなくてはいけないと思い返します。ブログはファンとのつながりを実感できる貴重な場所にもなっていると明かした。さらに海老蔵さんは真央が他界して目の前が真っ暗になった時、自分の気持ちをブログに吐露することができたのは救いでした。書くことで混乱した心が少しずつ整理できたように思います。読者の方の愛あるコメントも励みになっています。そして私の場合は幸か不幸か、ブログに書いたことがすぐネットニュースになる。誤解や批判も多いですが、ある意味自分を客観的に見つめることができるので前向きに受け止めています。自分の考えとは違っていても、そこにも一つの答えがあると思えるんですと、海老蔵さんのブログへの考え方やブログへの思いを語った。ブログで心を整理できた市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。